マスダグリーンホテルモーリス。で食べれる夜泣きラーメン、お夜食食べれませんでした。11時半までと思ったら10時半でしまったんです。でも3階のこのゲストサロンでマッサージして大浴場に入って、これかいろいろありました。サンサクはサンサクサタンクしてないの。そうですか。気をつけたら気持ちいいんじゃないですか。はい、今日は島根県の旅2日目の朝です。ホテル朝食です。取りすぎたような気がします。この辺りはどこでもあるメニューですね。麻婆豆腐、そして島根県の一番の名物であります出雲そば。この赤点っていうのも確かどこかの名物だった。それ以外は別に普通ですけど、味噌汁にわかめとネギを入れすぎてこれお好み焼き、はい、そして自分が好きなコーンスープ、あとは卵かけご飯、卵、生卵置いてるとこと置いてないところがありますんで、置いてあれば卵かけご飯にします。サラダ、はい、マグノさんは必ず納豆も入れますはい、ぬめり系が好きだから。ただホルモンは食べません。あ、出雲そば持ってきてる、今日行くのに。はい、自分は出雲そばを食べない予定なんで。そんな、そば屋で梅野さんは出雲そばを食べて、自分は釜揚げそばとかにします。うん、おいしい。やっぱ卵かけご飯ですな。うん、醤油入れすぎて醤油の味がことになるんですけど、今濃すぎた。いや、いつも醤油多めですけど、ちょっとこれは醤油が多すぎました。増田駅の時刻表を見たら悲しいぐらい列車の本数が少なくて、少ない。萩方面と浜田方面と津和野方面、山口方面と3つあるんですけど、最終電車が浜田駅21時40分というのがあって、その前は山口方面と萩行きの最終は18時台とか19時台でした。山口までどれぐらいかかるかな。さあ、浜田まで50分でしたね。サラダを先に食べない。
少ないね、なんか今日は。そうですか。必ずパスタ系パスタ系ゴールデンウィークにイタリアに行くと。パスタ系と焼きそば系は外せませんよ。タイのホテルでもなんかわけがわからん麺が必ず取りますしね。コーンスープだけど味噌汁の器しかなかったんでそれに入れてきた。リンゴさんがコーンスープが好きだということを初めて知りましたけど。そう、でそれは自分も好きなんで嫌なんですけど。なんで？卵かけご飯も共通点があるじゃん。はい、ただホルモンだけは頼まないね。ホルモン頼んだら怒るからね。ホルモンはどこ行ったって俺にはなくんですか。肉だってどこでも食べれるじゃなかったね。いや、なんとか牛ってツツじゃん。そうか、ご当地牛だから。でもホルモンってそのご当地の動物のものとはかま分かんないからね。この人はホルモン偽物ってこと？やっぱりね。でも内臓だから栄養があるんでしょうね。どうなるね。そんなにホルモンが好きなら魚の内臓食ってりゃいいんですよ。欧米は食べる習慣あるのかな。知りま。あんまり見ないね。赤膳食べてみよう。天ぷらよ。はい、デザートに入りました。さっと取りすぎて、先ほど神野さんがただの時は使いまくる食いまくるみたいなことを自分に言ってました。有料の時は金を出さないくせにって。そしてこれプリン、これはヨーグルトにコーヒーゼリー。コーヒーゼリー、これ何やったっけ。ミルクプリン。昔からあるね。ミルクプリンじゃない、ミルクゼリーでしたっけ。お茶とカルピス。これはあのアイスクリーム。ピノみたいなやつ。フレンチトースト。フレンチトーストは柔らかくて美味しい。あ、プリンを飲むけるんでしょうか。はい、失敗しました。コーヒーとクロワッサン。必ずクロワッサンよね。できた。カナダさんは
ところで部屋に一回戻れますよね。はい。少し見えるよ。はい、2日目スタートです。この増田駅、この国鉄臭がプンプン漂う増田駅、昔の駅舎。